2021オートバックスーパー GT ラウンド4茂木 GT300 キロレース予選、スバル BRZ 映っています。今年は新型車両になりまして、イメージも一新というこのスバル BRZ です。スバル BRZ はギリギリ8番手で Q2 突破。そしてスバル BRZ 山内、スバル BRZ 8番手突破なんですけど、もし A 組だった場合は5番手ぐらいだったんですね。そうです、まあ、タイム的にそうですね、はい、48秒40にまで来ましたスバル BRZ。もう少し苦戦するかなって思ってたんですけど、本当に練習走行終わってから、結構ガラッと車のセッティングも変えて、メカニックのみんなも本当に結構バタバタで大変だったと思うんですけど、まあ、その方向がいい方向に車両のフィーリングが向かったんで、なんとか、まあ、Q1 も本当ギリギリでしたけど、なんとか突破できて、で山内選手もそれからまたタイムを上げてくれて、7番手ということで、でもよく本当ここまでチームのみんながいろいろ知恵を出し合って予選に向けてアジャストしてくれたなって本当に思います。やっぱ表彰台を狙いたいですし、本当に1台でも多く抜いてこれるように、速さもそうですけど作戦とかもいろいろチームと一緒に練りながら、熱いレースになると思うんですけど、しっかりタイヤも意識しながらなんとかチェッカーまで持っていきたいですね。ニュータイヤ履かずに、Q1 でいきなりニュー履いて、そこをちゃんと Q1 通過してきた井口選手がすごいいい仕事したなと本当に思うので、まあ、あれで多分みんな頑張ろうっていう気持ちになったと思いますし、まあ、みんなで またより一層気持ち高めて、ちょっと今回予選は苦しかったですけど、まあ、明日いいレースしたいなと思います。今日は特に路面のコンディションが悪いのか、全車見てもトラクションのかかりが悪いっていうところもあって、まあ、そこら辺でフリープラクティスセットアップがちょっと我々の狙いと違ってたっていうところがあって、まあ、予選に向けてはそこを変えたんですけども、まあ、それでもなかなか厳しかったなっていうのが今回の予選でした。去年やっぱり良かったのは、そのベースラップのタイムを見ても分かるように、やっぱグリップレベルがもうワンランク高かったので、それをうまく旋回性につなげられてたんです。なので早くスロットルが開けられて直線も遅れずに走れるっていう状況だったんですけども、まあ、それが全体が落ちたことで我々の不得意な面、パワーが足りないとかそういうところが出てきてしまったんですけども、ちょっと明日に向かってはそこを修正して、決勝で早く長く走れるようなセットアップにまた変えていこうと思っているので、明日も頑張りたいと思います。はい。